はい、どうも、こんにちは。いつも動画を見てくださってくれる方、ありがとうございます。タクです。はい、というわけでね、今回ね、菓子パン作っていきたいと思います。はい、今回作るのはこちらになりますね。紅茶とホワイトチョコのパン。普通の、生地に、紅茶のパウダーを混ぜてあげて、ホワイトチョコと成形の時合わせるって感じになりますね。紅茶とホワイトチョコってね、結構相性良くてね、紅茶のね、このね、大人な感じのね、味わいと、ホワイトチョコの甘みがね、すごいね、よくマッチします。紅茶ってね、やっぱね、パンでね、いろいろ使えたりするんで、まあ、ハード系のパンにも多分あると思うんですけど、今回はね、ソフト系の生地使って、紅茶の生地作っていきます。はい、というわけで早速仕込みの方からやっていきましょう。やっぱね、アールグレイがね、一番おすすめです。本当にね、香りがね、強いのとね、このね、ホワイトチョコとのね、相性が、ね、一番いいかなと思います。はい、こんな感じでね、生地まとまってきたら、今度ね、手でこねていきます。粉気なくなってきたらね、今度ね、台に出してこねていきます。最初はちょっとね、生地ベタつくと思うんですけど、これでですね、だんだんね、生地がね、ベタつかなくなってね、台から離れるようになっていきます。ちょっと生地がね、分離する感じになっちゃうんですけどね。気にせずね、そのままこねていってあげてください。はい、これで仕込み完了なんで、石焼きをさせていきましょう。そしたらね、石焼きを50分あったんでね、パンチやっていきたいと思います。今ガス溜まってるんでね、一度ね、ガスを抜いてあげてください。はい、そしたらもう20分発酵させていきます。石焼きをまたね、分割やっていきましょう。はい、そしたら10分から15分、ベンチタイム取っていきます。最初にね、綿棒でね、楕円形に軽く伸ばしてあげます。で、伸ばしてあげたら、裏返しにして横にしてあげます。ホワイトチョコ、10g 乗せてあげます。
こうね、中心に生地を集めるように折ってあげて、で、もう一回折ってあげます。そしたら裁ち目閉じてあげます。先が細くないように焦がしてあげます。これで成形完了になります。はい、そしたらこれで成形完了なので二次発酵させていきましょう。はい、二次発酵とね、最後の仕上げやっていきたいと思います。色がもう黒糖パンなのよ。全体に霧吹きしてあげます。そしたらクープをね、縦に1本入れてあげます。で、この時にね、中のね、ホワイトチョコがね、ちょっとね、見えるように入れてあげてください。こんな感じに開いてね、ホワイトチョコが見えるようにしてあげます。だいたいね、このぐらいまで開いてあげます。はい、そしたらこれで仕上げ完了なので早速焼いていきましょう。はい、というわけでね、パンの方焼き上がりました。ね、アールグレイのね、とってもいい香りがしてます。やっぱりね、焼き上がるとね、紅茶のね、香りね、より強くなりますね。いただきます。どっちかというと紅茶の香りよりもね、ホワイトチョコの味の方がね、そういう感じるパンになるのかなと思います。やっぱりこれね、ソフト系のパンで作ったのはすごい正解でしたね。硬いパンで作っちゃうとね、ちょっとね、このホワイトチョコのつぶつぶ感がね、あんまりね、味わえない感じがするんでしたね。もしよかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もまた見てください。バイバイ。